北間隆一郎です。今回はですね、2015年相場を読むということでですね、いろいろね、2015年はどうなるかということになるわけですけども、大事なね、ところがございますよね。でその一つとしてですね、引き続きね、ドル円相場のね、影響を免れずということですよね。これ、お前が言わなくてもね、当然知ってるよということかもしれませんね。ここ当たり前のことじゃないかということなんですけども、当たり前のことっていうのはね、これ重要なにもかかわらずね、軽視されがちなんですよね。分かりきってるじゃないかということに投資ではこうなりがちなんですね。ですからなんかですね、そんなにこう影響ないわけじゃないんだけども、ないような気もしてきちゃうというところがあってね、日々ねチェックするのをね怠ったりしがちですね。ですからね、これまでね、日々チェックしてこられた方もいらっしゃると思うんですけど、そうでない方はね、もう本当にですね、何やともあれ、円相場のね動向をねチェックする必要がございますよね。私なんかはいつもですね、まずはですよ、為替がどうなってるかというのをね見ますよね。で特にですね、円とドルの、ね、関係がどうなるかということですよね。ここをもうそうですね、神経質なぐらいにね、ちゃんと見た方がよろしいですよね。日々だけじゃなくてね、本当に時間で見ることも必要なぐらいですね。短期で売買している方は もちろんそうですしね、私はね職業ですから当然と思いますけども、本当にもうそうですね、数え切れないぐらいねの回数ね、一日にチェックしておりますよね。そうせざるを得ないね時代になっておりますよね。通常ね、仕事がある方はそういうふうにいかないと思いますけど、少なくともですね、朝ね、そうですね、7時から9時までの間にね、1、2度というか、数回でもそれはもうね、都合に合わせてでいいんですけども、これをですね、エントルのね、その推移をね、ご覧になることがね不可欠でございますね。当たり前ですから大事にしたいということですね。以上、北間の株式調査でした。